ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2023年12月3日、有志の手により、2023年11月の2時3時 EN 最大同時視聴者数中央値ランキングが作られたのですが、その数値があまりに少ないと話題になっています。なんかイメージの5分の1もないね。一番上の人でも1万いかないどころか、3862人だなんて。2時 EN って、10月28日に、新人3人入れたんやないんか？あれは、起爆剤にならんかったんか？その10月28日の新人は、34人中24位、26位、33位と、ほぼ1ヶ月目なのに苦戦してますね。これは2時3時 EN も韓国や、インドネシアみたいに2時3時日本と、統合される日も遠くないかもね。あまりにも悲惨やな。一時期は、2時3時日本よりも勢いがあったとは、到底思えん。新人入れてもどうにもならず、上がる要素も一切ないので、今後もどんどん落ちていくでしょうけども、一体、どれくらいのペースで、どこまで落ちていくのでしょうかね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。